Tchau. 私はいろいろなクリスチャンとお話しする機会がありますが、次のような言葉をよく耳にします。神様はモーセの実会を廃して、新しい戒めをイエス様に与えられたでしょうだからもう、モーセの実会を守ることは求められていないんですよ。なるほど。確かに新約聖書の中には、 モーセの実会とは違う戒めが出てきますね。今回はこのことについて皆さんと考えてみたいと思います。新約時代、いろんな人たちがキリストのところにやってきて戒めについて質問しています。キリストはそこで戒めについて答えていますが、まずはその場面を一つ一つ確認して表にまとめて比較してみたいと思います。 1一つ目はキリストが最後の晩餐で弟子たちに与えられた新しい戒めについてです。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを すべてのものもが認めるであろうここで言われている新しい戒めは互いに愛し合うという愛についての戒めであることがわかります。そしてキリストの弟子であるクリスチャン兄弟姉妹の間でこの愛を保つことを神は望んでおられるというものでした。 またキリストは別の場面で戒めについて次のように述べておられます。一人の立法学者が来て彼らが互いに論じ合っているのを聞きまたイエスが巧みに答えられたのを認めてイエスに質問した。すべての戒めの中でどれが第一のものですかイエスは答えられた。 第一の今しめはこれである。イスラエルよ聞け、主なる私たちの神は、ただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。第二はこれである。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。 これより大事な戒めは他にない。そこでこの立法学者はイエスに言った「先生仰せの通りです。神は一人であってその他に神はない」と言われたのは本当です。また心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛しまた自分を愛するように隣人を愛するということは。 すべての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです。イエスは彼が適切な答えをしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとはイエスにあえて問うものはなかった。この立法学者はユダヤ人でしたので彼らが手にしている立法の書すなわち ご所の中にあるすべての戒めの中で何が一番大切ですかと聞いているのですしかしキリストはこの中から何か一つを挙げるのではなく全ての戒めを2つに分けましたそれはすなわち神を愛するという第一の戒めと隣人を愛するという 第二の戒めでありこの2つが大切だと言われたのですまたある時立法学者がキリストを試すために戒めについて尋ねてきたことがありますするとある立法学者が現れイエスを試みようとしていった「先生何をしたら永遠の命が受けられましょうか?」 彼に言われた。立法には何と書いてあるか。あなたはどう読むか。彼は答えて言った。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。また、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。とあります。彼に言われた。あなたの答えは正しい。その通り行いなさい。 そうすれれば命が得られる。この試みる立法学者は立法が第一の戒め第二の戒めであることをすでに認識していました。そしてキリストはこの立法学者が戒めに関して正しい認識を持っていることを認められましたがさらにその通り行いなさい。 そうすれば命が得られると一言添えられました。これは、立法を頭で理解しているだけではなく、実際に守り、行うことが永遠の命を得るためには必要であるということを教えておられるんです。つまり、この律法学者のように、戒めについて正しい知識を持っているだけでは、 永遠の命は受けることができないということです戒めは実行することが必要なのですまたある時止める青年がキリストに永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらいいか尋ねてきましたすると一人の人がイエスに近寄ってきていった先生 永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうかイエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか良い方はただ一人だけである。もし命に入りたいと思うなら今しめを守りなさい。彼は言った。どの今しめですかイエスは言われた。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、 父と母と母敬え。また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよこの止める青年とキリストのやり取りはこの後も続くのですが今回は特にキリストが戒めについて具体的に語られた内容だけに注目してみたいと思います。殺すすな、するな、盗むな、る盗む 偽証するな父母を敬えさらに隣人を愛せよとありますがこれらの戒めに皆さんは何か聞き覚えがないでしょうかこれはモーセの実会の後半部分になります。ここまで皆さんと 新約聖書に出てくる今しめについて確認してきましたが、次の4つにまとめることができるかと思います。1つ目、クリスチャン兄弟姉妹を愛する新しい今しめ。2つ目、神を愛する第一の今しめ。3つ目、隣人を愛する第二の今しめ。 四つ目、モーセの実会の後半部。ここで皆さんに質問なのですが、なぜキリストはこのようにいろいろな戒めを教えられたのでしょうか。実はこれはキリストは尋ねに来た人の立場や理解力、またその人の状態を考慮して、その人にとって一番必要な 教訓として今しめを教えられたのでした。例えば、弟子たちに新しい今しめを与えられた時の弟子たちの状態はどうだったでしょうか。最後の晩餐の時、彼らが一番気にしていたのは、誰が一番偉いか。自分はあの人の足を洗いたくないということでした。 このように弟子たちがライバル心に満たされていたのでキリストは彼らに対して「兄弟同士で愛し合いなさい」という具体的な新しい戒めを彼らに与えられたのです。またキリストに褒められた有望な立法学者にはシンプルに「神を愛せよ」という第一の戒めと「隣人を愛せよ」という 第二の戒めだけが与えられそしてキリストを試みた立法学者には立法は頭で理解するだけではなくそれを実際に行いなさいと教えました。さらに止める青年にはモーセの実会の後半部および隣人を愛せよという戒めを守りなさい。そそしてそれを すべての貧しい人に施すことで実践しなさいと教えられましたこれが知恵と憐れみに満ちた神の立法を教える方法なのですそして神はこの同じ方法で旧約のモーセの時代のイスラエルの民に対して立法を教えられたのです 実は当時イスラエルの民は神との契約関係が破綻してエジプトで奴隷状態となっていましたそんな彼らにもう一度愛の戒めをわかりやすく伝えるためにそれを十に分けて教えたのがモーセの実会だったのですそれゆえパウロはモーセの実会と 第二の戒めを結びつけて次のように説明しています。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるななどその他にどんな戒めがあっても結局自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの言葉に寄する。立法の全体は自分を愛するように あなたの隣人を愛せよというこの一句に尽きるからである。このようにパウロが旧約の今しめと新約の今しめを結びつけていたことには理由がありました。実は第一の今しめも第二の今しめも新約時代に初めて登場したわけではありませんでした。 旧約時代にも神を愛する第一の戒めと隣人を愛する第二の戒めが聖書に記されてあります。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。神明紀六章の五節あなたは仇を返してはならない。 あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のように、あなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。レビキ19章18節このように、旧約時代にも第一の戒めと第二の戒めが出てきています。つまり、旧約時代のーセの実戒であろうと。 新約時代に出てきた新しい戒めまた第一の戒め第二の戒めであろうとこれらは同じ愛の戒めとしてその人たちの立場や状態によって分かれやすい形で神様は与えておられたのです。言い換えれば聖書の愛の立法は 旧約時代から全く変わっていなかったのです。そのことをキリストは次のように言われました。よく言っておく天地が滅びゆくまでは立法の一点一角も廃ることはなくことごとく全うされるのである。人ヨハネは立法について 古い戒めである実戒はすでに廃されてそれに代わる新しい戒めが与えられたとは言いませんでした彼はこれらを同一の愛の立法として手紙に書き送っていると記してあります愛する者たちを私があなた方に書き送るのは新しい戒めではなく あなた方が初めから受けていた古い戒めである。その古い戒めとは、あなた方がすでに聞いた御言葉である。しかも、新しい戒めをあなた方に書き送るのである。そしてそれは、彼にとっても、あなた方にとっても、真理なのである。なぜなら闇は過ぎ去り、誠の光がすでに輝いているからである。 ここに「死という羽が書き送るのは古い戒めである」と言ったすぐ後に今度は新しい戒めを書き送ると記しています。え一体どっちと思うかもしれませんがこれは古い戒めは新しい戒めであることを強調しているのです。それゆえ多くのクリスチャンが主張している「新約時代に 新しい戒めが与えられたので、もう旧約時代の実戒は必要ないということではなく、私たちに初めから与えられていたのは、神を愛することと、隣人を愛するという愛の立法である実戒そのものなのです。ヨハネはこのことを何度も繰り返して、私たちに投げかけています。 夫人こここにお願いいしたいことがある。それは新しい戒めを書くわけではなく、初めから持っていた戒めなのであるが、私たちはみんな互いに愛し合おうではないか。父の戒め通りに歩くことが、すなわち愛であり、あなた方が初めから聞いていた通りに、愛のうちを歩くことが、すなわち戒めなのである。 ここに初めから持っていた戒めは実は新約時代に登場した互いに愛し合うという新しい戒めと同じであると記されてあります。それ上旧約の戒めとか新約の戒めとか分けて守る守らないということではなくただひたすら 愛の内を歩くことによってすべての戒めが守れると言っているのです。シトパウロも同様に記しています。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は立法を完成するものである。この愛は立法を完成するという 聖書の教えをモーセの実会で確認してみたいと思います。実会の第一条から第四条までは人と神との関係性について書かれています。そしてこれは神を愛する第一の戒めであることがわかります。そして実会の第五条から 第10条は人と人との関係性について書かれています。これが隣人を愛すするる第二ののまめであるのがわかりますさらにキリストは互いに愛し合うという新しい戒めを与えられましたがこれは実界の後半部分である。 第二の戒めと同じ意味になります。キリストがこの時神を愛する第一の戒めに触れなかったのは弟子たちがユダヤ人で偶像礼拝をせずに神だけを礼拝し安息日も守っていたからです。それではこの愛の立法を守るためどのようにすれば 愛の内を歩くことがでできるでしょうかそのヒントとして聖書には次のように記されてあります。しかし彼の御言葉を守る者があればその人のうちに神の愛がまことに全うされるのである。それによって私たちが彼にあることを知るのである。彼におる というものは彼が歩かれたようにその人自身も歩くべきである神は立法を持っていなかった私たちに対してこの愛の立法を深く理解させるための最善の手段として彼すなわちイエス・キリストという愛の立法の模範をお与えくださったのです。 もし私たちがイエス・キリストの生き方に習い、その教えである御言葉に従い続けていくならば、おのずとキリストに似たような生き方になってくるのです。誠の宗教はキリストに似ることである。キリストに従う人々は自己を捨てて十字架を取り上げ、彼の足跡に従う。 キリストに従うことは、彼のすべての命令に服従することを意味している。命令に従わないで、司令官に従っているということができる兵士は一人もいない。キリストは我々の模範である。愛と優しさと同情に満ちたイエスに似るために、我々は日ごとに彼に近づくことが必要である。 つまり聖書全体にわたって教えられている愛の立法はイエス・キリストの生き方そのものだったということです。私たちが生まれながらの罪深い自分の立法に従うことをやめてこのイエス・キリストのすべてのご命令に従いたいと意思を持ち続け精霊によってそれを成し遂げる時に。 キリストの生涯のうちに全うされた愛の立法が私たちの心のうちにも見られるようになるのです。これが成果の経験なのです。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の立法を彼らの思いの中に入れ、 彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。この素晴らしい約束を実現するのが助け主、精霊の再創造の見業わざである新しい契約になります。そしてキリストはこの新しい契約の 忠保者としてこの成果の経験を私たちに実現するために日々天の聖女で大祭司として奉仕しておられるのです。以上述べたことの要点はこのような大祭司が私たちのためにおられ天にあって滞納者の 御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた誠の幕屋なる聖女で仕えておられるということであるところがキリストははるかに優れた務めを得られたのであるそれはさらに勝った約束に基づいて立てられたさらに勝った契約の中保者となられたことによる このようにして、私たちが愛の立法を全うできるようにするために神はいつの時代も知恵と憐れみに満ちた神の立法を教える方法によって私たちを導いてこられましたそれにもかかわらず私たちの方から「実戒は新約時代に破棄されたのでもう守らなくてよい」などとは決して言わないようにしたいと思います。 ぜひ皆さんキリストが私たちの模範として愛の立法を全うされたその見足跡に従って愛の内を歩みたいと思いますそしてお互い愛の立法を高く掲げつつクリスチャンライフに励みたいいと思います。どうぞ皆さんの上にキリストの新しい契約が成就しますように。 おお祈祈りり申しし上げまますすそれでは一言お祈りいたします愛する御在天のお父様今回は皆さんと共に聖書の初めから教えられていました愛の立法について学ぶことができましたことを感謝いたします本当に神の知恵と憐れみのゆえにそれぞれの理解力に応じて またそれぞれの立場によって必要な教訓として戒めがその時その時代に与えられてきました特にこの時代に生存する私たちに生きている立法の模範者としてイエス・キリストの生涯の記録を私たちが知る特権に預かったことを感謝いたしますどうぞイエス・キリストのこの生涯が 私たちの生涯となりそして信仰によってあなた様と新しい契約を結びそして私たちの心にあなた様の立法が書き記されるという成果の体験に日々預かることができますようにお助けください。どうぞ共に神戸を垂れて祈っておられるお一人お一人の上にこの新しい契約が完全に成就して 立法を全うできるものへと再創造してくださいますようお願いいたしますこれらの祈りを感謝して救い主イエスキリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたしますアーメン